どうも、鍋チャンネルです。今日は小樽から古平まで、豆イカの調査をしてまいります。こちらは若竹岩壁です。クラゲが多数漂っていました。最初パッと見た時にわめっちゃイカいるっていうふうに思ったんですけれども、よくよく見たらクラゲでした。釣り人は全くいませんでした。反応なし。移動しやーす。続きまして、フェリー乗り場の横にやってまいりましたが、ここも驚くほど誰もいない状態でした。まあ、投光器出すと地下が寄ってくるので、魚気はありましたので、一応投げてみました。はい、こちらも反応なし。移動。はい、場所変わりまして第一埠頭です。第一埠頭も全く人がいませんでした。でさらにここの場所ってなんか波が結構立つんですよね。なんか満ち引きの関係で、なんでこれ出してもちょっと当たりが分かんないので、誰もいないのもあって竿を出すのはやめました。誰もいない。すごいな。お前も誰もいないよ。こんな誰もいないのもすごい。北浜岸壁も全く誰もいなかったんですけれども、とりあえず投げるだけ投げてみましたが、まあいないということで移動します。この後、余市に寄ったんです。唯一、この、まあ、何個か寄った中で、唯一釣り人がいたんです。声かけたんですけど、釣れてなかったです。はい、こちら、古びら。ウェブで直近、釣果情報が上がってたんですよね。なんで結構期待してきたんですけど、誰もいないっていうので、もう、ものすごい、あ、釣れないんだなって思いました。で、空も白み始めました。今日はここで終わりにしたいと思います。で、古びらもですね、クラゲがすごかったんですよね。で、ただね、1回だけ当たりがあった気がします。ただ釣り上げてないのでちょっと確証が持てません。まあ、ウェブ上で上がってるのと、まあ当たりっぽいのがあったっていうので、まあ、多少チャンスはあるのかなと思いますが、この後のお尻の予定があるので帰ります。イカ、見当たりませんでした。若竹フェリー第一北浜余市古平ノーフィッシュ。3個までおしまい。